マンフレート・アイゲンは、ドイツの生物物理学者、ゲッティンゲン氏にあるマックス・プランク生物物理学科学研究所の所長、理事を務めた。1967年に、ロナルド・ノーリッシュ、ジョージ・ポーターと共に、ノーベル科学賞を授与された。これは、非常に短い波動のエネルギーによって引き起こされる、溶液内での早い化学反応に関する緩和法を、用いた研究により、 その追跡方法を確立した業績を評価されたものである。旧西ドイツ、ボーフム虫生まれ、ゲッティンゲン大学卒業。ゲッティンゲン大学とマックス・プランク生物物理学、科学研究所で研究に従事した。1957年に同研究所、教授。1964年には同研究所所長に就任。1965年には、 ブラウン・シュバイク工科大学の名誉教授となった。また、アイゲンの名は、科学的な自己組織化理論の構築者としても知られる。理論生物学者のペーター・シュスターと、1977から1978年には、タンパク質と核酸の相互作用、自己再生産食媒的ハイパーサイクルモデルを提唱し、1979年には反応作用のを、 生物学における生命の起源を説明する理論へ適応させた。一方で彼はアメリカの科学誌、原子力科学社会法を講演する委員会にも名を連ねている。1993年にはスウェーデン人のルドルフ・リーグラーやカール・ツァイス社と共同で量産可能な蛍光相関分光計を開発した。マンフレット・エーゲン、1967ノーベル。 ケミストリー・ロリオット、TS アット九十一、ザ・ニューヨーク・タイムズ・ザ・アソシエーテッド・プレス。オリジナルの二千十九年二月七日。時点におけるアーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドッイズスラッシュ wfc4y2019 年2月8日閲覧。ノーベル賞化学者検索。ニュートンサーチ。2008年四月十二日閲覧。 平成8年度生命エネルギーの工学的応用に係る調査研究報告書。日本財団図書館。2008年4月12日閲覧。ボードオブスポンサーズ。ブレティン・オブザアトミック・サイエンティス。2008年4月12日閲覧。マイクロイメージング。カール・ザイス・マイクロイメージング株式会社。2008年4月12日閲覧。ありがとうございます。